励んでいるか。強くなるために大事なことね。なんだっていきなりそんなことを聞くんだい、エレン。俺は巨人をこの世界から駆逐したい。そのために兵長や先輩方のようにもっと強くなりたいんです。ああ、そうだ。向上心を持つのはいいけど、あまり無茶な真似はしないでおくれよ。ああ、もし君を死なせたら人類にとって大きな損失だ。やはり巨人化の能力について解明するのが先決だと思うが。うんうん、これからやってみたい実験もたくさんあるんだ。何回連続で巨人化できるのかとか、運動性の検証とか。分隊長、鼻息が荒すぎます。それくらいにしておけ。こいつの意識を服従させることは誰にもできない。俺から言えることがあるとすれば、そいつらのような同期や他の調査兵の連中と仲良くしとけってことくらいだ。特に今度てめえら二人に受けてもらう任務では、仲間との連携が必要になる場面も多いだろうからな。ああ、やってやる。俺たちならきっとやれるはずだ。だがエレン、一つ言っておく。お前が俺たちのような兵士を目指すことは構わねえが、俺たちはお前の代わりにはなれねえ。覚えておけ。代わりはいないか。いや、考えても仕方ねえ。今は次の任務を成功させることを考えよう。行くぞ。難しいって話したが、俺たちならきっとやれるはずだ。巨人を駆逐して必ず任務を成功させてやるぞ。エレン、私はまたあなたに助けられた。別に手は焼かれっぱなしなんて悔しいしな。飛んでしまったね。怪我はないなら一緒に戦って。2匹はね。まだよ。なんだ、厄介そうなのがいるな。まだまだ切った。
だ。任務成功だ。俺はやれるんだ。いや、俺一人じゃうまくいかなかった。お前がいてくれたからだな。お前とは結構長い付き合いになったな。これからもよろしくな。よっ。あの任務は兵長の言った通り大変だったな。しかしお前がいてくれて助かったよ。一人じゃ危ねえ場面も結構あったし、ありがとな。俺もお前みてえに、いや、お前以上に強くなってやる。お疲れ様。巨人との戦闘もあったけど、無事に帰ってこられてよかった。あれ、どうしたのエレン。何か嫌なことでもあった？それともどこか怪我とか？いや、ちょっとな。俺だって兵団の一員なのに、任務のたびに何もできなくてさ、兵長たちに守られてばっかりで、巨人化も制限されてる。俺だって巨人と戦いてえのに。ち、贅沢な悩みだな。てめえ一人を守るために毎回何人の兵士が死んでると思ってるんだ。て、仕方ねえだろ。俺だって戦いてんだよ。そうだったな。すまん、熱くなっちまった。分かってんだよ、俺だって。エレン、とジャンもジャンなりにエレンを心配してるからこそああ言ったんだと思うの。ジャンだってエレンが精一杯やってるのは分かってるよ。私ちょっとジャンと話してみるね。なあ、俺はどうしたらいいと思う？そうだよな、とにかくやってみるしかねえ。ハンジさんたちにも協力を頼んでみるよ。結果を出さなくちゃいけねえ。死んでいった人の命が無駄になっちまう。巨人になれるっていう、あんな化け物をよく切り札なんて言えたもんだな。つうか、なんで化け物が街中を好き勝手歩いてんだ。危ねえだろ。ちょっとやめなよ。そいつが怒って巨人化したらどうするのさ。やべ、やっぱ聞こえてたか。へえ、じゃあ何だってんだよ。巨人になれる人間なんて化け物以外の何だってんだ。おい、行こうぜ。こんな奴らを相手にしてたって仕方ねえだろ。なあ、お前には
俺がどう見えるんだ。ありがとな。くそ、何を迷ってたんだ。なんか吹っ切れたような気がするぜ。そうだよな。誰に何と言われようと、俺は俺にできることをするしかねえんだ。そしていつか必ず巨人を駆逐して外の世界に行く。やってやる。どうした？ああ、特に不調ってわけでもねえな。それよりお前に話そうと思ってたことがあるんだが、あれからもいろいろ考えたんだが、結局はっきりした解決策は浮かんでこねえ。今の状況をすぐに変えることはできねえかもしれねえが、それでも俺は必ず結果を出さなきゃなんねえ。正直言ってやりきれねえことばっかりだが、少しでも前に進むために今は全力を尽くすしかねえんだよな。それでいつか巨人を駆逐して自由を手に入れる。もちろん俺たちの故郷も取り戻す。ああ、やってみせるぜ。あの時お前が俺を仲間として信じてくれて、なんか目が覚めたような気持ちになったんだ。だからお前のおかげだ。ありがとな。俺は絶対に諦めない。お前も辛い時や困った時は俺を頼ってくれ。これからもよろしく頼むぜ。彼らには帰る家があって、待っている家族がいる。あなたは帰ったりしないの？そうだった。帰れるはずもない。私の両親は強盗に殺された。その時エレンが現れて私を救ってくれた。家族を亡くした私にエレンがこのマフラーを巻いてくれて、それからシガンシナクのエレンの家に引き取られた。エレンの両親は私を本当の家族のように迎えてくれた。一度死んだ私はエレンの家で生き返ることができた。その家族も5年前のあの日にエレン以外は失った。
あんな思いはしたくない。この世界は残酷だ。勝者しか生きることは許されない。だから私は戦う。戦ってエレンを守る。もう家族を失いたくないから。ごめんなさい、今日はつまらない話になってしまった。よかったらまた話を聞いてほしい。次はもっとつまらなくない話を考えておくから。あなたに昔の話をするのにも慣れてきた。今日も私の話を聞いていく？それとも私があなたの話を聞くのでもいい？そう、じゃあ聞く。話してくれてありがとう。私は兵士になってから狭い兵舎の中でエレンやアルミンの心配ばかりしてきた。だけどあなたと話すようになってからいろいろなことを考えられるようになった気がする。ここにいたか。次の壁外任務だが、お前らには偵察班に加わってもらうことになった。偵察班？私たちの他に新兵は参加するのでしょうか？いや、他の新兵は本隊に加えられるはずだ。偵察班は本隊より先に出発するから早めに準備しておけ。次の任務ではエレンと離れることに。そうなのかもしれないけど、やっぱり心配。任務を変えてもらおうとすればエレンは怒る。エレンを信じよう。やる。大丈夫だろうか。アルミも。とにかく今は目の前の敵に集中しよう。早く片付くようにあなたも協力してほしい。次の標的はどこ？やります。まだまだ任務完了。ここで止める。行きます。次はどこを回る？助かった。ありがとうな。怪我はないなら一緒に戦って。
応援を回せ。よし、作戦を始めるぞ。やります。まだまだ。まずいな。手を貸してもらえるだろうか。まだまだ。逃げようったってそうはいくか。ここで止める。例の作戦を始めよう。巨人を滅ぼすまで死ねるものか。やります。相手が何であろうと私は倒す。任務は無事に片付いた。エレンとアルミンを信じてはいるけれど、やっぱり心配だ。早く帰還しよう。任務では頑張ってくれてありがとう。思ったよりも難しい任務だった。あなたがいなければもっと手間取っていたと思う。本体もすでに帰還しているはず。私はエレンとアルミンの様子を見てくる。Thank you.